場面でファウルで粘りながらセンター前ヒット、どんな気持ちでバッターボックスに入り続けていたんですか？あまり考えると力んでしまうので、全く何も考えてなかったです。拍手をしながらホームイン、赤星選手はあまり表情を変えていなかったようにも見えたんですが、チームは打った瞬間、そして塁上ではどんなことを考えていますか？いや、こう見えただけで打った瞬間ガッツポーズしました。どう見えた？ただこの時代は勢いに乗っているオリックス戦、関西対決ということで非常に注目もされていたんですが、試合前というのはどうだったんでしょう？そうですね、やっぱりオリックスと阪神で、関西を盛り上げるという意味もある大きな試合だと思いますし、とにかくその交流戦入ってね、1戦目を取ることがなかなかできていなかったので、とにかくこの1戦目を取ることを、考えて、今日試合前みんなで臨もうということで臨みました。そしてここまで3連勝しているうち3連勝、4連勝中3連勝が逆転勝利ということなんですが、チームの雰囲気はいかがですか？そうですね、好転ということもありますし、なんと粘って1点ずつ返していければ、今日もそうなんですけど、逆転されても、なんとかなるということを考えながらやってますので、6回で追いついたときに、いけるなと思いました。20となりました。いやー、すごいぞー。そうですね、お金もそうですけど、貯金はいくらあっても、いいものなので、一つ一つ増やしていきたいなと思います。明日の試合は続きますし、まだまだ交流戦は続きます。ファンの皆さんに一言を最後にお願いします。そうですね、今日もたくさんの応援いただいたんですが、明日からもまた全員大事に、貯金を一つずつ増やせるように頑張りたいと思いますので、明日からも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。赤星選手でした。ありがとうございました。